女性には何かと気になるムダ毛。中でも顔の産毛は、見た目の印象を左右させる、厄介な存在です。顔の産毛処理は、美肌になるスキンケアの観点でも、上手に取り入れたいケアの一つ。ただ、産毛処理は、失敗すると肌トラブルを引き起こす、心配もあるので注意が必要です。そこで今回は、正しい効果的な顔剃り方法と、おすすめアイテムをご紹介します。顔の産毛処理の利点、必要点。生まれた時から生えている。細くて柔らかい産毛。欧米人に多い金色の産毛は、肌を明るく見せてくれる。羨ましい効果がありますが、日本人の肌の場合はその逆。黒っぽい色をした。日本人の産毛は、肌全体のトーンを暗くする。マイナス要素となります。今よりもワンランク上の、明るい肌を目指すには、顔の産毛の処理が有効です。カミソリによるシェービングには、くすみの原因である、古い角質を除去し、肌の再生をサポートする、嬉しい効果も期待できます。また、肌表面の凹凸がなくなり、化粧水や美容液なども、浸透しやすくなるので、スキンケアの効果が、より感じやすくなります。メイクのりもアップするので、色ムラのない、滑らかな肌を演出できます。男性が女性の顔の中で、一番気になるのは産毛。カミソリをはじめとする、ビューティー用品を販売する貝印が、首都圏に住む20、30代の、社会人男女200名に、産毛に関するアンケートを実施。女性と接近した際に、気になる顔の部分は、との男性への問いに、1位産毛、2位目のクマ、3位唇のかさつき、という結果が得られました。反対に、男性と接近した際に気になる、自分の顔の部分は、との女性への問いには、1位毛穴の黒ずみ、2位毛穴の開き、3位産毛、と、毛穴を気にする女性が、大多数を占めました。男性と女性の顔に対する意識には、かなりのズレがあるようです。男性が女性の顔の中で、一番気になる部分は、毛穴ではなく産毛だったのです。先の調査で、5人に1人が、産毛を、ほとんど処理をしたことがない、と答えており、していても処理方法や頻度も、自己流という人が多いのが現状。顔の産毛処理のポイント、注意点。ポイント。1、毛を逆立てるようなイメージで、顔全体にクリームを、たっぷりとなじませる。2、反る向きと反対の方向に、皮膚を引っ張りながら、毛の流れに沿うように反る。3、顔剃り後は湿らせたコットンで、クリームを優しく拭き取る。4、アルコール無配合の、低刺激タイプの化粧水を、コットンにたっぷりと含ませ、優しく抑えるようにつける。5、化粧水後、すぐクリームを塗り、いつも以上の保湿を心がける。注意点。肌に何もつけずに剃るのは、角質に傷がつくので危険です。肌への刺激を軽減させるためにも、必ずしっかり感のあるクリームで、顔全体を覆ってから行いましょう。この際、同じ部分を何度も、剃らないように注意してください。顔剃りは明るい場所で行いますが、外出直前は、紫外線の影響を受けやすくなるので、おすすめできません。また、肌が敏感に傾きがちな、生理期や肌荒れの気になる時も、肌トラブルが悪化しやすくなるので、避けましょう。肌への負担を考えて、3週間に1回くらいのペースで、行うのが理想です。顔剃りのおすすめアイテム。効果的なケアのためにも、アイテム選びは重要です。特にカミソリは安全面を考えて、自分の手に合った、使いやすいものを選びましょう。保存方法にも注意し、常に清潔なものを、
使用するように心がけましょう。カミソリ BI 肌エル型プロ用のり美容カミソリも開発販売している。貝印の産毛専用カミソリ、薄い刃先が柔らかい産毛も根元から綺麗に、カーブが指にフィットして持ちやすく、刃にはガードもついているので顔剃り初心者でも安全にケアできる。電動シェーバーフェリエ S2113PP 動くスイングヘッドが顔の凹凸に密着して作用する。電動式のフェイスシェーバー 0.1mm の薄刃で最も気になる。口元の産毛もより短く剃れます。2種類の入りで眉メイクも簡単。これ1本で顔周りすべての産毛ケアが可能です。保湿クリーム、ブラシレスシェーブクリーム、ホワイト 142g、 天然由来の成分を配合。乾燥肌や敏感肌でも安心して使える。女性にもおすすめのシェーブクリーム。保湿作用のあるアロエエキスが肌に潤いを与え、滑らかに整えてくれます。トラブル予防とアフターケアのために取り入れたいアイテム。今回紹介した産毛のケア方法を実践し、一皮むけた美肌を目指しましょう。